全国においてはオミクロン株への置き換わりということで進みつつあるというふうに指摘をされています。道内においてもその置き換わりが進みつつあります。直近1週間におけるデルタ株のスクリーニング検査、これで陰性ということでマイナスという形になった割合、これがオミクロン株疑いという形になるんですけども、直近1週間で約6割が、デルタマイナスという状況になってます。置き換わりが進みつつあるという状況かと思ってます。新規感染者数も非常に重要なんですけども、この医療の逼迫状況に重点を置くという、この国の考え方もあるわけでありますが、我々としてもこの医療の逼迫状況、これが重要だろうというふうに考えています。この医療の逼迫状況を見ると、この感染者数はすごく多いんですけども、この病床の使用率は10.8%、感染者数は非常に増加している一方で、この病床の使用率、これが急激に合わせて増加していくという状況ではない状況の中で、直ちに医療提供体制が逼迫するという状況にはなってないという状況にありますけれども、慎重にここをモニタリングしていく、この病床使用率20%、この指標がありますので、その水準を超えることが確実な状況になった場合、速やかにレベル2の移行、これを行っていきます。その際に、まん延防止等重点措置、このまん延防止等重点措置を含めた対策を迅速に講じることができるように検討を進めていきます。またこのオミクロン株のこの感染による患者の受け入れ環境、これを整えるというため、来週になりますけれども、1月の18日に病床フェーズ今1なんですけども、この病床フェーズを2に上げます。このオミクロン株、これ急激に増えるかもしれない、そのことを念頭に置いた上で、先手でですね、このフェーズ、これを上げるということで、18日からそういった状況を今、進めてます。それと自宅療養される方の支援体制、これが重要ですので強化します。訪問診療等にご協力いただける医療機関、さらに皆さんにお願いしまして、553箇所、まで増やしました。そして経口治療薬、モルヌピラビル、これについても、もう700箇所の薬局医療機関で速やかに投与できる、こういう体制を、整えました。これらオミクロン株感染、非常に早い、こういう状況の中です、こういった対応をしっかり取っていきたいというふうに思っています。